はい、4月のナンバーワン補足、いやー楽しかったですね。やっぱりナンバーワンのトークはですね、大好き。今月も光ってましたね。いやああ今から今からはいはい。俺が滑ったみたいになってよ。ナイスファイト、ナイスファイト。じゃあ、行きますか。もう自己紹介はいいでしょう。まあ、皆さん、よく出られてらっしゃるから。ちょっと、じゃあ、お題をね。これちょっと、ちょっと。じゃあ、いいよ。これなんか、もうちょっとお金かけんのかな。ほんま思うわ。気づいたことあるやろ、めっちゃ気安っぽいよな、ほんま。はい。はい。ホストを始めた時のこと。おお、もうこれ喋った気がするぞ、もう全然。あったな、面白い。新人時代みたいな。あ、新人時代の思い出じゃない。ホスト喋ったぞ、これ。目標ね。ホスト始めた時の目標みたいな。あ、目標。何を目標にホストをしたのかみたいな。え、なんでホストになったかってこと。そうですね、なんでホストになったか。それやった気がするけど。ホストになってからの最初の目標だったりとか。はい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 。ホストを始めた時のこと。まあ喋ってないこと喋ってください。ホストを始めた時のこと。なんだろう。始めた時でしょ。初めてホストのやつでしょ。パラパラのサークルに入ってて。そうなの。めっちゃ恥ずかしいな。イケイケやったんやな。パラパラのサークルに入ってて、その先輩がホストやってて誘われてやった。いや、マジで知らんかったっす、それ。パラパラ踊りやすくだ。そうか。が最初パラパラ。そうですね。いや、あるやろ、でもそういうのも、みんなもパラパラって、もう多分パラパラはええよ。パラパラはええよ。パラパラでしょ。パラパラ流そう。マジで。パラ流そう。世代ちゃうぐらい、パラ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 。マサトさんとかの世代じゃない。あれはだからこう、ユーロ。ユーロ、ユーロテックのパラパラやろ。はぁ、俺はそのなんかテクノのパラパラだったね。もちろんすごい感じだ。あー、なるほど。そうなんだ。すごいパラパラ。これ無理。じゃあ踊れるの？パラパラ。うわぁ、マジか。ちょうどカラオケもあるし、全然こんな話じゃない。一緒にパラパラの方が全然ええわ。ペロペロしてないか。テキラを、テキラを。マジでよ、寝るよ。欲しいわ。あ、今俺始めた時、始めた時目標、目標やねやな。もう目標でも始めて、最初の目標とかでもいいです。なんかあった出来事だよね。そうですね。なんやろうね。キャバクラのお客さんにあって、あのデリヘルみたいな。いやなってことは巻き込んでないから。めっちゃ巻き込むっすね。めっちゃ最初、めっちゃ最初。いや、その当時のお店はデリヘル営業がね、主流だったんですよ。あ、聞いたことあるわ。そういう時やんな。みんな営業中行くみたいな。ほんまやった。営業中にみんな行く。あれほんまやったやな。嘘かと思った、それ。もう10、もうほんまに営業行ってきます、毎日。ほんま7、8人おったやな。え、身になるの、それデリヘル行って。これすごいっすよ。え、マジで。うん、すごかった。A の捕まえたん。 A の捕まえた。2番は何万だった。うわ、全部で300万ぐらいだった。300万。ええ、給料が300万ぐらいってこと。いやいや、その、あ、まあ、トータル、トータル。あ、マジで。3ヶ月ぐらい。ほら、その子はちゃんと問われんかった。だから絶対 A の捕まえて、今すげえ伸びた、バーンって上がって、2ヶ月、3ヶ月したら絶対駆け込むしか60万、70万ぐらい。終わってない、終わってない。あ、そうな。ええ、すげえ。がっつり現金でやるな。マジで。すげえ。全然ね、フラフラで。何の…え、それ？その日は？それ？そうそうそう。あ、そうなんだ。いや、これ何の…え？うん、危ないやつ。キャバ嬢にもらってデリヘル行くっていうのがまた面白い。確かに。
懐かしい。デリヘル営業か。うちの下の子にやらしてみようかな。いいんじゃないですか、デリヘル営業って。なんかほんまにやつだよ、それのみたいな。いやほんまになんかラウンジとかスナックとかやっぱ行くけど、いや悪いわけじゃないけど行くのが、そうそうそう、そんなんやったらあ、いいんじゃない。なんか下の子もなんかそのストレス発散で気持ちいい思いもできて、それ気持ちいい思いしたらダメだろ。営業で気持ちいい思いあ、そう、え、営業とかそんな見せつけるんじゃないの、テクを、その自分のそこでアピールするほんまにもうテクニックを見せつけてじゃないの。あのほら、まあ、トークなの、迎えに行くの迎えに行くそうなの。話だけくらい、向かい枕で。え、でも二人で話だけして、なんかしてマッサージだけしてみたいな、色それ。そうそうそう。なんそれなんそれ。結構。いやもうでもさすがもうこれはいけないでしょ。もうまっすぐバレるでしょ。うわ、生きてステラのイブ君来たよ。絶対イブとか絶対一発で分かるよ。一撃やろ。分かるよ。お客さんには回ったことある。一緒にね。どういうことだよ。ちょっとパラパラより面白そうな話。え、あるめっちゃ前、めっちゃ前。あっこあっこ、マックの裏のクイーンズコート。あー、クイーンズコート。いつ何年前ぐらい。3年…何年。え、たまたまデリヘル営業した方が自分のお客さんやったってこと。違う違う違う。え、一緒に行っとって、一緒に行っとって一緒に行っとって。なんで被害食らったの。何だよ。一緒にいとってあれ。お、え、民家だっけ？おったやろ。そうそうそう、最近。なんかわーめっちゃ思い出して、おかれなかった。おおおお。まあ放送できる話。そうそう。うん。全然放送、わけわからないでしょ。すげえな。その感じはね、始めた時は。え、お前デリヘル行きまくってました。まあでもそれが身になってますからね。身になってます。じゃあそれを超える面白い話。無理じゃん。もう無理じゃん。一番最初は100万貯めてアメリカに行こうと思ってて、ごめん。え、何で、これ言ったことありますよね、けど。俺は個人的に聞いたことある。なんでなって言ったら、言ったよな。俺絶対嘘だと思う。いや、ほんまそう。俺あの LINE の一言、アメリカ行きたいねんでしょ。いや、マジであれキモかったな。いや、だけどアメリカに行こうと思ってて、なんでかわかんないんですけど、若かった。いや、野球で野球やったことない。どっちかとサッカー。野球やったことない。え、今ないの、そのアメリカ行きたい気持ちは。いや、ありますけど。ない、あるんだ。ない。話も勝手にするからね。まあけど、ね、それよかったと思う。まあ今は、今のボケよかった。もうボケ、みんなサッカー好きや、知ってる。一緒なわけないやろ。まあ、思ってました。ちょっとほんまやで、自分のボケを再評価するのやめてくれ。めちゃくちゃ恥ずかしいよ、今の。ほんま今のボケよかったよな。どういうことだこれ。まあそんな話です。アメリカに行きたかったな。うん、俺はもうこの3人はもうエリートホストと思っとるけん。もう最初からA クラスに入っても勉強できて、もうちゃんとしとった、もう最初からバチンで伸びたホストたちなんだけど、俺は最初の3ヶ月全部ゼロだったっけ、数字が。落ちこぼれからエリートに上がったタイプやけん、俺は。でもその3、全くゼロ、ほんまにずーっとゼロ、3ヶ月もうほぼゼロ、もうゼロに近いような、もうあってももう1万円とか2万円がポロッとついたり、先輩が振ってくれて、もうそう使わせてもらってみたいな。でもなんか何喋ってるかわからん、タジタジで、そんな女の子も退屈で、いやもうなんか俺みたいなのもうダメ、やめとってええよとか言うホストだったけど、本じゃほんまに、本じゃほんま締め返するわって締め返された。あんな、そんなこともあった。俺、お前、あの全然ダメダメダメ君だったけ、ほんまホストと、もうどう、もう女の子に気を使うことがホストの職業と思っとったけ、全然もうあげ、ホスト入って打ち気になったもん、最初、大学が弱気になった、最初の3ヶ月は。で、4ヶ月目で S ちゃんって子がみんな大好き、3文字の3文字の S ちゃんって子が俺に指名くれて、で、なんか
優しいし、そのホスト一興ってところなんだけど優しいし、本当になんかその私人として接してくれとる感じがするっていうんで気に入ってくれて、月5、60万ぐらいを使い出してくれたって言っとったー言って似とんなー言ったー帰ってくる似とるなーほんま確かに確かにそうそうそう、その子がその子でがその自信をつけてくれて、もう負けんでやみたいな、その当時の先輩たち全然負けんでやってもう頑張って応援してくれて、でもうそれでナンバーファイブに2ヶ月、その2ヶ月後ぐらい入ったから1対1すぐ入ったんじゃん、4ヶ月目でで、その月に俺、そうそう、150万ぐらい売れて、なんかゼロから一気に150万ぐらい売れて、そこで自信ついて、もう、今この感じですよ。先月、グループナンバーワンっす。ありがとうございます。だけど俺、多分その、そこの、2回退入行ったんですよ。ん？その当時、2回退入行ったんですよ。あ、ホストだよね。1回目はコタローク確かに、なんか、入ったばっかだったんですけど、俺、次入った時、もう売れてましたけどね。あ、そう、それはもう、あ、腕もだ。うちでもか。うちでも、あ、エスちゃんの。ほんまそうっすか。名前出さん、言ったじゃん。いや、当時さ、あれとマジいや、俺の美男をさ、いや、ほんまにめちゃくちゃいい子だったんだけど、あの子、ほんま。なぜちょうだい、15万もする。オリシド。そう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 。なんかもうほんまに週5とか4とかで来てくるよってさ、その子が。もうだからそれをなんか3年半ぐらいずっと前もう来てくれた時、毎日ずっとなんか当たり前のように過ごしてきたもんやけん、おらんくなって俺なんかしばらく体の様子おかしかったもん、ちょっとなんかその。その、おらんくなったっていうか、もう多分俺が立派に巣立って、で、なんかなぜか、なんか喧嘩別れみたいな感じで終わったんだけど、最後、そのこと。で、なんか、その子がおらんくなって、あ、ちょっとなんか心にポカンって穴が開いた感じで、なんか、なんか手につかんかったもんな、最初は。もうなんか、持ってこいや。今嘘嘘嘘。いや、いい子だったもんな。もう、こんな俺を見ても多分、魅力感じんと思うわ。え、でも嬉しいんだよ。嬉しいと思う。純粋無垢な人見てると思ってたから、うれしいけど、見とってくれた、見とってくれたら、まあ俺はそんな感じ。僕はもう新人。はい、じゃあ、ではなんか、あ、行こうか。もっとパンパンって来たよ。なんかこの感じじゃなくて、すごいみんな営業前のどしらく駅に全然テンション上がってねえもんな。あ、いいんじゃないこれ、やったことない。はい、平均客単価イエーで、でもどうなんだろう、組数が多い人はな、やっぱり変わってくるもんな。全然もう組数ない。平均客単価この2人がもうやばいでしょ。やばい、ほんまに7万とかじゃないん、あれにしたら。いや、全然やね、でも3万、3万ぐらい。全然それ、何万うまいね、うん、でも多分4万とかだ。売上低いやつがめっちゃ低い、多分。あ、まあ、幅ありますね、お客さん。分かるわ。あ、でもなんか新規で場内もうその1300円とかがあるから、それで下がったのかな。でしょう。でもよ、まあ、そんなめちゃくちゃ。やっぱお題関係ねえな、盛り上がる盛り上がる。ほんま俺らテンションの問題やけど。ほんま。極端だ。イブ魔王が。そうですか。いや全然単価は全然高くないと思う。シャンパンもおりんし、別に焼酎だけ。焼酎であの売り上げ出しよ。いや、マジ気持ち悪いわ。酒代めっちゃ安い。酒代めっちゃ安いだろうな。めっちゃ安い。二階堂からほんま表彰ぐらいされた方がいいよ。マジで、ほんまに。ありがとうございます。全然誇れんやん。だって二階堂の人が表彰に来ても、まあまあなおっちゃんでもない。ベストオブザイヤーだから。シャンパンおりんな、ほんま。
へえー、意外やわ。え、焼酎しか飲まんお客さんの席でさ10万ぐらい行くん？行くときは行くない。すげえな。もう引くわ、ほんま。チャと焼酎で引くわ。チャと焼酎で10万行くほんま。レイプやん。やば、頑張って1万2000円さ。いや、そこまでは言わないけど10万すげえな。ボトル下ろしても2万、あ、2万いかんと思うんですよ。でも開けようと思ったらもう10分で開く、2回で10分。いや、なんかエルフがかわいそうや。スラじゃなくてよかった、俺。え、でもね、あれ2年か3年前から聞いたけど、なんか焼酎直弁できるやろ。できる、できるやろ。できちゃう。今もできる。あ、結構きちい。ステラで俺なんか一緒に働きようだけ、みんなカロリーのケース担いであるけ。コーヒーバーなんだ。コーヒーバーなんだと思って。担いでなんか重量が足まで置くようか。歌舞伎帰りやって余計新鮮やな多分。そうですね、帰ってきたばっかり。カロリーの箱担いで階段上がるよ。え、何の罰ゲーム。そうやな。無理っすね、それは無理。まあやっぱシャンパン系、シャンパンで誰かあげるみたいな。組数かな、俺は。あ、俺もどっちかって言ったら組数から、もうほんま組数で。どれだ。でもやっぱよ、シャンパンちょうだいとか言うよな、全然。ちょっとなんか、ニャンニャンって言うよな、シャンパンちょうだい。酔っ払ってちょっとシャンパンちょうだいとか言うよな。言うよな、全然。ニャンニャンみたいな。ニャンニャン。そうやん、もう絶対。そうやん、そうやん。まあでも、え、なんて言って下ろしてもらうの、シャンパンさ。あ、流れじゃないですか。もう行こう行こうみたいな。行っちゃおうぜみたいな。行っちゃおうぜみたいな。ほら、流れどうやって作ろう。ヘルボン作らすの。そうか。そこのお客さんにもよるじゃないですか。やっぱ細いとことかだったらヘルプが多いかもしれないですね。ああ、すげえな、細いお客さんがそのシャンパンを下ろすっていうのがないもんな。それでもなんかあるでしょ。いや、絶対あるでしょ。ない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 、全然。もう下ろさんか、とことん下ろさんから。すぐ得するけどじゃないですか。いやいやいや、ちゃいやちゃい、すぐ得するけど。今もう全部いっちゃう。いや、びっくりしたよ。ふと客製造、ふと客製造。もうそこカリスマだと思うんですけどね。いや、ほんまに作れないっすもん。全然、ほら、もうなんか今ほんまに煽らないから、今もう自分のとこはヘルプはめっちゃおる。ヘルプはめっちゃおるけど、その自分のとこで本当に何もしない。お客様からじゃあ多いな、おろそっからみたいな。ヘルプが「ナンバーモイクロです」。ああ、はいはいはい、現金。現金おる。現金ならいいよ。確かに、そこっすね。聞いてきます、オッケーっす。それが一番リソースじゃないですか。まあ、それ現金入金嬉しいよな。まあ、それは絶対それはあるか。もう一本って言わんか。あ、ヘルプでは言うよ。ヘルプでは言うよ。やめたんじゃ。ずっと言ってるイメージですね。いや、俺もなんかあって、もう、強かったよ、ほんま。もう言ってんから、この話。りっちゃんの大エースをした女の話なんだけど、初めて来た時ってもうイケイケの、もうほんまスラッとした美人なキャバ嬢さん二人組で来たね。で、パッて椅子がついて、で、パッてなんか、あ、男前じゃんみたいな感じになって指名もらっとって、二日後にはもう30万、40万ブワー使い出した、ね、もういきなり。もうホストなんか絶対ハブラーみたいな女やったよ。ほんま高飛車な感じの女の人やったんやけど、うん、その人が急にやったんですか。いつきに、え、言ってんやん、これ700とか使ったっけ。800ぐらい使ったっけ。1400万ぐらい売った時、確か700ぐらい使っとったよな、ブガーンって。それでも1400万円、まだもう一人だけど。確かに、確かに。違う。あの当時はね、覚えてます、覚えてます。なんか、だから、なんかふざけて言うじゃん、しめび出勤、しめびだけ出勤者勝てるもんあるんだよ。それをガチで思ってた。出しようって、口出しようって。それほんまに余裕で。だけどそうだよ、出勤せんでねえやなみたいな。確かに、もうほんと、この天狗そのものだった。シールズぐらいまであるよ。いや、でもほんまそうなんですね。あれはすげえかったら、そんな急に使い出したんか。もうそれすらも知らないです、ほんと。伝説やったら、あれほんま今でも語り継がれてるけんな、それは。よし。
行くぜ。盛り上がるよこの台は。お進展について、進展についてもう全部見やきんなですね。もうだって3店舗目ができた時、絶対成功せん成功せんとか周りから言われとって、うん、まあ4店舗成功しとる。もうどこまで行くかからん。岡山の市場規模を変えると言われるスターダムグループが言われてます。さすがにでもおでまめ無理っすよね。そうそう、これ聞いてよ。そうそうそう、フリーでようと思ったらちょっとなんかあダメな感じだと思ってダメだ。新店についてるだけもこれは、いやまあエステにシャンティシンフォニア3、まあ3店、まあ、グランドオープンする3店ですかねについてどういう、まあ各店じゃないですか、どういう気持ちで臨むのかとか、まあ、シューズ化したらどういう名前も変わらない、名前も変わらない。俺名前変えましょうって言ったんよ、トルクが。いや俺はシールズって名前が好きなんよ。終わった。聞いたやん。あれ従業員の味あれ気になるよな。お前人事がどうなるかが、うん、一番は、ああそうか、シルボニアの代表が誰で、その店長が誰でとか、そのホストが爽やからの出店だから、うちの子が何人かシンフォニアに行くわけやけん、いや楽しみ。いやいや分からん、なんかもうでもちょっと忙しいなって。5月誕生日で、まあ6月、まあ、ロキ誕生日で、で代表に今なるからってなったら、こう長くて年内とかなんですか、プレイヤーナンバーこうだからもう負けたくないじゃん、あと半年とかだから。じゃあしんどいな。ナンバー上がるんすか。わかんない。一作は上げさせないでしょ。一作上がったらな、上げさせないでしょ。ロキがかわいそうやな。ロキが張り合う相手がおらんなるに、うん、かわいそう。あれいいとかだな。わかる気もあんまないっすか。なんかいやこう本当はナンバーワンみたいなの書くね。それ言っとんのダサい。そっちの方がさ、なんか煽れるしさ。なんかでも、うん、どんだけラッソンとか腕やっても結構俺じゃない。言えるじゃん。俺ナンバーワン、はいロキナンバーツーレイ、何そこナンバーけ、ナンバーは俺だけ。かっこいいけど、かっこいい。でもそれがその時もう4位でも5位でも、いや一番だけつまり前前でかっこよさあるよ。まあ、年間で勝てばいいんだろうみたいな。見とけよ。雑誌にずっとでさ、ちっちゃくポンって上代表つっとんだけど、1300万プレイヤー立花翼ってのとめっちゃかっこいいもんな。こんなちっちゃいのにかっこいいなと思う。お前の人なんか店長みたいなちっさで寄っとるけどさ、いやもう代表だったら前前出れへんことだろうみたいな言われるんだけど、え出れます。いや全然その出る気ないし、前は出ちゃダメでしょ、ダメでしょ、ダメなんすか、出た。いや、なんか良くないんじゃないかな、代表が一番なんかそんな、ダメなんじゃない。ファンが持ってきてもらって、うちの。なんか、ダメなんじゃない、代表、まあまあ、ピラミッドとしてな、な気がする。いきなきゃうるす。いや難しいよな、なんか従業員の、なんか、お珍しい、今回大きい父さんでけえな。いや、それが普段のサイズじゃないよ。やれよ、あげます。ナンバーファイブぐらいの大きさだね。ちょっと言わんじゃん。俺ホストークでさ、チョコレート言ったらさ、めっちゃくちゃ怒られたんよ、この間。ちゃんと怒られたよ。いや、こちらの俺もと、まあ一作もさ、今いじってますって言ったんですよ、俺。あれだろ、おめえらが俺のこといじってたよ。そんなことないんすよ。いや、ほんまやるぞ。こう、けどあの人幸せそうな顔すに。いや、俺大好きだけほんまに言うんだけどな、俺は。キラタって名前出したくないもんな。確かに。わかるわかる。ハゲと一緒ぐらい。いや、一緒な。お前の言い方あるやん。まあ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 、まあまあ、そういうことで。こういうとこ使いますもんね。あるやつが、あいつが悪いっす。面白がるけど。ちょっと増えたらいいな。シャンティってどういう由来は？シャンティ名前の由来。シャンティの由来？うん。
いやな、パッて見てきたけどな、もう絶対な、ちょっと待ってねって。サンスクラットで、サンスクラットで、あ平穏みたいな。平穏だった。心が、心の平穏。なんか落ち着く場所みたいな。あなたが代表するのに平穏なわけないでしょ。あれにあれるでしょ。確かに。あれにあれるでしょ。だから俺気をつけてる最近すごく。あ、そういうこと。お酒に飲まれないように。うん。ベロベロだいっていうことが本当にない。もう寝る、ちゃんと寝る。あー、ちゃんと。ちゃんと寝る。もう寝るから。切実感。従業員が2人くらい口聞いてくれる。ベロベロでうえって、やったな、昨日やってしまったなと思って出勤して、おはようって言ったら、ここです。マジで捨てるんじゃ。捨てます。マジか。で、美容院とかビビッと連れて行って、機嫌取る。昨日ですか。今日じゃな。君か。そんな感じかな。新天堂さん。シンフォニー。シンフォニア。あ、俺はなんかその関与しないから。ああ。関与しない。うん、そうそうそう。関与しない。いや、もうなんかそのことに、その、それ結構なんか、本当に水面下でもう役員が決めとる内容だけ、その人生とかもう何もかもをだけ、俺もそこに携わってないけん、もう話しようがないというか、だけもうほんま楽しみですねしか言えないし。あ、そっか、別れるんか。別れるから、むしろ寂しい気持ちが。そう、要とか俺だって半年前ぐらいにがっつり仲良くなったばっかりで、2年働いとってやっとめっちゃ仲良くなって話すなって、事務所とかでもずっともう2人で話しおるし、それでもうあ、なんか、カナメと別れるって言うてしもうた。そう、カナメが代表、まあ、言ってもいいんかな。シモニアは、そう、カナメが代表するんですけど。そうそうそう。カナメが、カナメと離れることになるけ、絶対俺とカナメが一緒に移動することはないはずだから、そう、寂しいな、やっぱ、うん、それは。まあでも、グループが盛り上がる内容を作っていこうな、みたいな。二人で、やっていこうな、って。二人でコンプしてや、昨日。スターだ、マジで大きくしようぜって、カナメと、イエイって、二人でベロベロで。まだ早いよ。いや、ベロベロで熱くなったら、ほんまにさ、熱くなったら話すよ、あいつと。その、いや、めっちゃほんま寂しいよな、みたいなって。マジで、もう、電話、まあ、マジで、もう、絶対もうグループ6点も7点も増やして、イエイ。二人でこうやって。夢を買って恥ずかしげもなく、イエイって言っちゃう。でもそういうプレッシャーはあるかもね。残念ながら、かなめくんとか、未来とか、と同じ行為になるから、こう、プレイヤーじゃないじゃん。うん、プレイヤーの勝ち負けじゃないから、すごい、私プレイヤーしか取り入れないんで。そんなもんないよ。モテるやん。な、男にモテる男やん、一茶って。全然大丈夫。名前が求人になりますもんね。そうやんな、東堂一茶のお店ってなったら、東堂一茶に来るやろ。スカイツリーみたいな感じだよ、なんか。ちょっとわかんないっすね。見に行くやん、スカイツリー見に行くやんって言ったら、東京行ったら、行ったことあるか、まあ一回は行きたいやん。そんな感じ、本当に。ああ、そう、なんか観光名所みたいな。そうそう、初回とかでも、すぐに行きました、戻ったと思って着いたら、全然わけわかんないっすね。で、なんか、俺のこと見なかったんちゃうって言ったら、はい、もう見えたんで。いやー、けど、なんか、ありそう。引くわ。それみたいな。見に来たとか、そうですね。見に来たって、万引きや。万引きや。確かにそうだね。もう10分返せよ。確かに。エスティニーさんはどうですか？エスティニーはね、やろ。特に名前の由来はね、何もない。ただジュエリーブランドが取っただけ。ちなみに誰が決めたんですか、それ。俺と未来と、トールさんから、トールさんやったから、なんか俺より先輩が言うとけど、エスティニーはねえよなって言ったから、言おうと言おうと、分からんけどって言って俺。そうそうそう。なんだよ。まあ、シュン君がね、専務が提案してくれた名前。まあまあまあ。
心強いな。あいつらそういうのやってくれたら心強いな結構。だからまあ小太郎みたいなもんな。いやいや小太郎みたいな感じやけど今はもうああ。いやーそうなっとったらええんだけど。そういうことじゃ。お前ら最初バカンスだったんだ、ずっと小太郎って名前だけで指名したくねえわーってお前らちょっと言われよって、ほんまそのなんか、その時点でなんかもう可愛く見えてしまおうわみたいな言っちゃった。次行く行きましょう。行っちゃっちゃもうあれやん、残っとる絶対、一応盛り上がるやつやったね完全に。ここでいきなりもうなんか経験が来たら、ほら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 、もうモモツについていいじゃん、モモツモモツはもう一作のモンみたいなもんね、もうあれがあって、なそれもあ色恋天国モモツでしょ色恋天国モモツすごいよ視聴率、深夜で 3% とか取るんだからすごいらしいよ、色恋天国モモツ香川と岡山、香川と岡山放送、うん、香川はでも行っとったでしょ行った4日前に行ったわ、うん、うどん作りに行ったなんかそのすごいオーナーかあの相澤専務が考えたか分からんけど「なんで香川でうどん作るんですか?」って聞いたよ、普通にプライベート聞いたら、ほんでそしたら「いや香川の人と親交を深めたくてスタートアップグループは」って「いやその浅はかすぎる」って仲間人なめすぎやそうそう僕らの地元をなめすぎじゃないですかうどん作っては仲良くなれるうどん作るときは香川県民喜ぶみたいな、そんなことないですよ。国のしょぼい民族そう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 、そうずっと心の中で黙って、ほんまいいんだろうかと思ってそうそうめっちゃ行ったもうす言われるよな、でもその宮岡山、あ、イブちゃうけど二人岡山やけん、うつとなんか写真とか撮られてさ、杖とかに送られてくるよ。杖はあんまりないかな、初回が多いね。モモスみたい、見ました。あ、そうなバンジーの人です。バンジーバンジーなんすか、バンジーの人で言っとくけど、いやなバンジーの人って言われるよ。俺待って、俺ゴキブリ見たら食ったの、ゴキブリの人とか言われないんですけど、バンジーの人と、あと今でも来るんですかの人も。ああ。せーのね、はい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 、明日から出ます、行くんですけど、あ、そうだった。知らなかった。ミス口あれどうなん、あれってどうなん、実際自分のそのお客さんとかどう思ったの、それってぶっちゃけあんまり触れてこんみたいな、どうでもいいんだ意外と、もうあんまりこう多分なんかこう言いたいけど言えみたいな感じだし、俺も俺からはまあ言わんし、自分のお気に入りの人がさ、そういう人が示されとったらめっちゃ気になると思うんだけど、でもなんか東京の時からなんだよね、はははんで、まあまあまあ、うん、けどめっちゃ伸びてますよね、再生回数月30万かな、急上昇に乗っとったんでしょ。 YouTube 見てきましたみたいな含みを持たせてくれ、あの動画を見たとは見ねえとこ、ああ YouTube 見て、だから LINE がめっちゃ来る、違う人から、あの動画見てなんか違う動画から俺の LINE ID 昔なんか乗っけとるやつがいっぱいあったから、それからめっちゃ LINE 来て、へぇどうなんどうなんとか、よろしくですねとか、へぇチャンネル解説でしょうがないですか、お前ら広告収入で何の話すばらしい、今日入ってないけど今後やってみたい企画みたいなのないですか、なんかモモスに求めるものじゃないですか、求めるもの何してもどうせなんかこうやるやんしゃべるやんだって豪華慰安旅行みたいなサバンジの時ねだったやん、だったのよ。でまあその茨城県まで行く、茨城じゃけど、うん、まあ県外やん、うん、まあまあいいよ、うん、止まったの、おえマジで幽霊出るんちゃうみたいな、飛び臭いこれビジュアルビジュアルきっとね、ビジュアルナンバーワンに対するってあれじゃねえよな、ほんま慰安できてるやつ、それはもうで、その部屋で太陽君と二人で太陽君が長距離早いで、めっちゃセットとかしようと、いや、いっさ早起き
嘘っで、嘘っやばいやばいやばいみたいな張り切ってるやん、そのもう準備せなあかんやろ、みたいな。そうっすね、はい、もう両方がなくて、はい、準備しよう。携帯見たら、携帯見たらその、集合時間で1時間半前とかな、何言うそれが。ギャルなんだよ、わしゃ何すんやろ、ギャルなんだよ、わしゃ何すんやろ、寒さまいたと思ってこうやったら終わりじゃん。大学軍曹でそうですね。いや、ほんまに張り切るタイプ、学園祭とかも張り切るタイプやけな。そう、文化祭とかもな。観光費3本ぐらいやもんな。逆に仕掛ける側になったりじゃないですか、提案をして、ドッキリを仕掛けたいみたいな。やる側、やる側、それもそうやな。ギリギリ、うん、モニタリングじゃないですかね。それいいじゃん、なんかそれいいね。ナンバーワンプレゼンツ、次世代、次世代のその何主任みたいなやつみたいなやつは、まあ、感動さ、感動さでいいな、感動さいい、感動さいいよ、声小さ。全然面白いですけどね、それ何やらす、落とし穴行こう。いいねー。俺なんか単純なやつ、これ愚痴じゃけど、そのグランドオープンで DVD 作るみたいなことを言おうたから、うん、めっちゃ考えとったやん、うん、で俺落とし穴を掘ると、うん、でその土手に落としで行って、うん、俺ちょっと落とし穴掘れんかと、もし場所あるんかな、やったら何もでもあると知っとると、いや山の中とか何でもあると、オッケーオッケー、じゃあこれいつでもヒンジ合わせれるか、合わせれるとオッケー来たもん、マジでやったろうと思ったよとか、なんかこういろいろ考えとったよな、なんかやらんみたいな。なんでなんでなんでですかね、いやそんなんか僕はどうこうやらんみたいな、やる言うてましたよ。俺2週間ぐらいずっと事務所でこうやってパソコンで連絡しながらずっと考えたよ。もうね、そこまで監督くんで、次のモンモスでじゃあ、ぜひそれは、いや、落とし穴面白いんじゃない、落とし穴めっちゃ深いね、ナイスインテッション。これ見られたら5メートルぐらいのやつ死ぬ、上がってくる、落ちてる、死ぬ、死ぬとかじゃないよ、そんな恨み抱えと、官房さん、官房さんやねじゃないけど、ドッキリ面白いですね、普通に。ドッキリ多いよな、やっぱほんま見よって、それだけっすね、盛り上がるし、誰が見ても面白いですよね、ドッキリは。てか、ホストビっていつからこうなった、こんなダラダラしとったっけ。もっとみんなバーシー喋りよったよな、昔はね。もっと思っとったよな、ホストビに。終わります。はい、じゃあ、あー、ごめんごめん、はい、じゃあ何、4月どう、4月どう、はい、ホストーク終わります。気をつけ、レイ、ありがとうございます。はい、この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ね、めっちゃいいよ、別のやつ考えとこう。あ、ちゃんとタイプいくか。はい、この動画を見てくれて、ありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。